ハインズ軍はアメリカ合衆国民シシッピ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24万5285人であり、2000年の25万800人から2.2%減少した。軍庁所在地は州都でもあるジャクソン市及びレーモンド市の2つである。ハインズ軍はジャクソン大都市圏に属し、 北側軍堺はミシシッピデルタ地域の南端であるヤズー川になっている。19世紀に綿花プランテーションが開発された。軍名は米英戦争のニューオーリンズの戦いで英雄になったトマス・ハインズにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は877.35平方マイルであり、 このうち陸地869.18平方マイル、水域は8.16平方マイルで、水域率は0.93%である。主要高規格道路空港群内には、下記2つの公共用途空港がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ハインズ群は5人の理事による監督理事会で、 統治されており、理事は5つの選挙区から選ばれている。日々の運営は、軍管理官が行い、管理官は指名されている。ミシシッピ州人的資源省が、ジャクソン市とハインズ軍に本部を持っている。青年サービス部が、軍内の未編入領域で、オークリー訓練学校を運営している。ミシシッピ州共生省が、ジャクソン市とハインズ軍に本部を持っている。 ジャクソン市でジャクソン保護観察保釈事務所を運営しているハインズ軍の公共教育学区ありがとうございます。